本項目では、栃木県足利市にある、薬雲神社について述べる。足利市内に現存する薬雲神社は、以下の5社である。薬雲神社は、栃木県足利市緑町にある神社。須佐野の男命を主催神とし。社殿によると、上岸11年に、聖和天皇の直上により、須佐野の男命田日清を祀ったのが、始まりという。一方で、 日本穂高が統制の際に、出雲大社を勘定したという伝承もある。平野正門の乱の際には、藤原秀里が戦勝祈願し、前9年の役及びあと3年の役の際には、源頼近と源義家が戦勝祈願している。秀里は、正門討伐後に当社に新名と立刀を寄進したほか、足利軍と新田軍を新領として寄進している。また、 官任三年から自称三年まで当社に霊兵士が派遣された。大徳元年には源義国によって足利軍と柳田軍の総鎮守とされている。1877年、天神社境内に社殿を移転した。以前の鎮座地は渡瀬川の反乱に遭うため、高台の天神社境内に移転したのである。2012年12月9日午前3時25分。 ころ、出荷し社殿を全焼した。2015年2月20日、約ク神社は内空別宮の月独荒見玉宮から、式年仙宮の古材を譲り受け社殿を再建することを発表した。2017年12月9日、社殿の再建に伴う神事が行われた。月独尊村が新たに合資された。当社には直径55センチ、重さ18.7キロの 小津天皇の心境が伝わっている。元六八年、社殿改築の際に、奈良、平安時代の古塚が出土。この地の領主の本城宗介は、古塚から五つの心境を中造させ、そのうち四つを、広大神宮、鹿島神宮、若宮八幡宮社、五国寺に奉建した。残る一つが、当社に伝わる心境であり、足利指定文化財であるが、 平成24年の火災により消失している。主な祭事は以下の通り。渡瀬橋の下避薬も神社は、栃木県足利市大門2にある神社。須佐野の男命、木稲田姫命を祀る。旧社格は孫社。法営2年に創建と伝えられる。文久3年、火災のため社殿が消失するが、翌年再建される。昭和4年、 同志通り二丁目に社殿を造営。同四十二年、社殿を大門通に移転した。足利市指定文化財薬も神社は、栃木県足利市通にある神社。須佐野の男命を祀る。旧社格は豪社。社殿によると、上元年間に藤原村尾が須島神社を誕生したのが、始まりという。天保十四年、本殿を改築。大正十四年、 配電を新築した。平成14年には、社務所を改築している。足利市指定文化財。ありがとうございます。